ございました。皆様おはようございます。いよいよ17回金沢文庫芸術祭が始まりました。私は実行委員の近本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんお手元に、こういう黄色いパンフレットをお持ちでしょうか。この中にいろんなことが載ってますので、もしもお持ちでない方はぜひ、あちらの本部もしくはこちらのステージ本部にも置いておりますので、ぜひ、持っていってください。それでですね、今日はワンデイイベントということなんですけれども、金沢文庫芸術祭は、今回17回ですけれども、準備に2年ほどかけておりましたので約20年近く前から始まってます。その頃からワンデイイベントというこの1日のイベントと、それから金沢区内ですね、各所で、いろんなイベントライブとか、展示とか、そういうのやっております。それもすべてですね、この反対の方に載っておりますので、今日から11月29日まで、長い間、やりますので、ぜひ、ご参考になって、興味のあるところに、出たいだと思います。それではですね、我々の代表であります、浅場団、実行委員長の方から、ご挨拶させていただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。すいません、一番派手な格好をして申し訳ないです。あ、もっと派手な人いるね。すいません、派手ず目立ちだから、目立ちが苦手です。すいません。ブラッパーズのみんなありがとう。聞こえるかな。どうもありがとう。実はね、あの中に僕の親友の娘さんもいたりとか、同級生の娘もいるんです。もうね、毎年ブラッパーズのみんなから、お、ありがとう、オープニングを飾ってもらっていてね、やっぱりフラッパーズのみんなが最初にやってくれないとちょっと閉まらないかなって気がする。来年もよろしくね。大丈夫、今後とも頼むね。失礼しました。改めておはようございます。金沢文庫芸術祭実行委員長の浅場団と申します。まずですね、本日ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございます。そして、金沢を、横浜を、神奈川を、日本をいつも守って支えていただいている議員の皆様、お忙しい中ありがとうございます。そして、今回多くの協賛、講演、ご協力をいただきました。本当に皆様ありがとうございます。それとですね、芸術祭、たくさんのいろんな形で女性からいろんな形で協力していただいている横浜アートサイトの皆さん、本当にありがとうございます。そしてこの海の公園、横浜緑の協会の皆さん、本当にありがとうございます。本当は今日ここで所長さんにご挨拶いただく予定だったんですけど、ちょっとトラブルが発生してご挨拶ができなくなりましたので、改めてありがとうございますと伝えていただきます。今年で第17回目になりますが、僕は実行委員長をやって大体10年ぐらい経ちます。少しずつですね、芸術祭は成長しているんですけど、今年がね、今までの中で一番ちょっと楽しみで大きく盛り上がるんじゃないかなと思ってます。本当にね、端から端までスタッフとか出展者のみんなが心を込めて企画を考えて準備して実行しているので、今日はですね、皆さんぜひ一つも逃すことなく、ぜひ全部の企画を顔出して触れ合って楽しんでいただけたらと思います。それでですね、新しい出会いがあったりとか、新しい経験を積めたりとか、とにかくどんなことでも未来につながる新しいきっかけになることを願っています。僕はですね、毎年この芸術祭開催するたびに本当にね、自分の中で成長を感じてます。それぐらいやっぱりこういうお祭りなんですけど、みんなで楽しむことっていうのはすごく価値があることかなと感じておりますので、ぜひ皆様にも今日は思いっきり楽しんでいただいて、できれば夕方最後まで楽しんでいただけたらと思います。ちなみに今日はですね、夕方6時過ぎからメジャーアーティスト柳原バーさんがこちらでライブを行います。沖縄から来ていただいた2人の素敵なデュエットです。ぜひ夕方過ぎまで、最後までいていただけたらと思います。それでは